まったく次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが淑女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、淑女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小者たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて、彼らの短い人生からしたらそれはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない必要な犠牲に過ぎないわ。決着。私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に、分かってるのかしら、あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよく考えることね。天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの。あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も実力もね。わかりました。まさかそんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ、これは私にとっても予想外の手。でも敗者は死ぬのよ。わかってるのかしら、旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が尽きるまで。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。難攻不落、みんなは俺が守る。逃げようなんて思わないでよね。足元天道、ここにあり。肝炎に落ちなさい。いざ燃えろ。ここだよ。よくこの私に。効果の権能も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。はっ、一緒に遊ぼうよ。風だ。ふう、みんながそばにいてくれるわ。難攻不落。一緒に遊ぼうよ。天道万象、蒼白の炎は今燃え続ける。
天女万丈くらえ降臨呪法の多い足元に邪魔する冒険だね、燃えろくらえ炎で天平を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の烈焔の中で、あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。懐かしい痛みが燃えてるわ。あんたにもわかる。難攻不落足元に気をつけやっやっ踊りなさいっ燃えろここだよみんなは俺が守る天道ここにあり岩山八九踊りなさいにゃっしたんですが勝者の栄誉は認めましょう生きてこの天守閣から去ることを許しますライデン将軍があんな簡単にオイラたちを見逃してくれるなんて考えにくいよ空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってるライデン将軍による威圧なのかシュクジョがライデン将軍の刀で死ぬなんて確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。
執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだ。おい旅人、頭が痛いのか。しっかりしろ。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。そういえば宿女を切ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵なら、ライデン将軍を倒すなんてできるわけない。ミコが言ってたな、オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に電気の流れる音が、息がうまくできない。旅人大丈夫か。なんで何も言わないんだ。確かに天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。ガいつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。Go again! There's a battle! Final battle! Yes. またお会いしましたね。一体、何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は、人々をかばうため。それとも、私に謁見するのが目的ですか。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。Maybe not. さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。神の目を接収すること自体は
命を奪うことではありません。命を落としたのは、むしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えれば、あなたは永遠から最もかけ離れた存在であれば、私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。あくまでも世のために永遠の道を歩んでいく。そう、そんなことも知っているのですか。まあ別に構いません。大方、私の意志を動揺させる隙を探っているのでしょう。いいでしょう。永遠に背くもの、あなたの覚悟を見せてもらいます。永遠の敵になります。旅人、みんながそばにいて。天道万象、あなた永遠の礎にしてあげましょう。終わりです。失礼、勝った。それはっ、岩山八九。くらえ、足元に気をつけ。雪を前、不安定な要素は取り除く必要がある。せ、隙あり。やっ、にゃ、それ。雷光に永遠の土を照らす。それ。いや、油断したか。恐るるに足らず。遅い。甘い。遅い。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいるが、彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがよ。メガリレーを廃止してほしいです。難攻不落、全力攻撃だ。ふう、風だ。天理チョーク。にゃっ、失礼。この世はまるで影のよ。何時の負けじゃ、エイ。ええ、私の負けです。どうして自らの民を
彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬであれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫、変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは汝の約束などではなく汝の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は汝にとってあまりにも残酷すぎるぞ。へい。私、汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間ここで一人寂しかったじゃろう。しかしこれは必要なことで。前へ進まなければ逃すものも多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながらその時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ、わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは汝の一心浄土、汝の内なる世界であれば
もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわにあえて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありません。わらわにはあるぞ、数えきれぬほどの話が。そうじゃ、せっかくじゃから、ここ数百年間の出来事を何時に話そう。数百年もの出来事を話すなんて、どれほどの時間を使うつもりですか。千個の記憶力はいいんじゃ、数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから話すのにも数百年かかるじゃろう。ミコ、実はもうこうして会うことは二度とないと思っていました。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚きでもあります。やっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意志に従ってメガリレーを廃止しましょう。しかし、永遠についてこの国が果たして前へ進むべきかどうかについては、再び考える必要があります。最初から最後まで子供じみていたのは何時の方じゃったな。その後、ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はそのものに眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。ある願いは、たとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず。真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。